モンドリアンの生誕150周年みたいですね。で、えー、っとですね、えー、っと今ですね、損保美術館って名前変わりましたね。東郷聖寺損保ミュージアム、損保美術館だったかなっていうえー、っと名前でしたよね。東郷政治の作品いっぱい持ってるから、あの、ある美術館ですね。あとですね、えー、この損保美術館、あの有名なですね、えー、っと、四十何億かなんかで、うん、あの超高額で買った、 えっとゴッホのひまわりがありますねであれはまあ,あの常設ですからあれいつでも見れますで僕もね久しぶりに見ましたあんなにでかかったかなと思ったものすごいでかい作品ですねあれ 1m 以上ありますね 1m 平気で超え,超えてるでしょめっちゃでかい作品だったびっくりしたであ,あれやっぱりねゴッホの苦しみみたいなのが出てるね あのやっぱもうギリギリの状態ですね。あれはねあの、一応明るい状態で描いてる作品ではあるけど、やっぱり彼もギリギリだったんだな。だからもうね、目、五ッってね、ちょっとね、目の感覚が違った人だと僕は思って、これはね、またね、今度話したいんだけどね,あのね、パース、パースが逆になってるって僕は表現するんだけどね。パースっていうのは向こうに超越性があるじゃない。あの、ゴッホのってね、こっち側に超越性があるんだよね。こういうふうに、ギューってこういうふうに。だから、こういうふうになってると、絵がどういうふうになっていくかっていうと、 絵ががこう盛りながら絵をもりもり盛りながらですね立体感を出していくんじゃなくてねなんかねあのね遠近法がね絵画の中に埋まっていくみたいな感じになってるねむぎゅーって埋まっていくのなんか絵の具に絵の具彫ってるみたいな感じでキューッと掘っていくみたいなねそういう描き方する人なのよねあの塗ってるけどねあのこうすごく厚塗りなのところとかあるんだけどでもねそういうあの見え方をしてた人だと思うんだけどでも まあまあ、あの久しぶりにひまわり見て、やっぱりすごかったですね。あの、あの圧力すごいね。やっぱゴッホーって、ゴッホーも本当に世界で唯一の人間ですね、あの人ね。うん。やっぱあれも天才ですね。まあ、ああいう人いるんですよね、うん。まあまあ、でもね、さであー、ちょっとモンドリアンですね。<laughs> ごめんなさい、えー。モンドリアンはね、ちょっとね、絵も、まあ、写真見せてもいいみたいなんで、ちょっと見せてもいいんだけど。 えっとね、まあ生体150周年でしょで、デステイルっていう、えー、まあ、とかコンポジションとか、まあ、あいろいろ、心臓形式、ま、あいろいろありますけど、えっ、ー、と、まあ、なかなか語れる人も出てまったからね、モンドリアンっていうのは。えー、っと、なんですけど、えー、もちろんね、こういうね、コンポジションでこういうやつね、えー、これは、あの、もちろん見れますよ。えー、で、あの、これ、ま、一つ言うと、この、あの、ポイントっていうのは、僕が思ってるのんで、ね、ここがね、端まで行ってないところですよね、ここ。 これ、実は端まで行ってないんですよ。キュッキュッとこれ、端まで行ったら、端まで行かないっていうことによって、これ、風景を表せるんだよね、多分。これ、端まで行ったら、本当にコンポジションだけの作品になるはずなんですね。まあ、そこがやっぱりね、モンドリアンのね、あのー、すごいところです。これ、これもそうでしょほら。これ、これ、多分相当重要なんですよ。ね。あ、でね、えっ、ー、とね、やっぱり面白いのはね、モンドリアンの若い時の作品ですよ。あのー、今の作品は結構見ることができるでしょ で、えっ、ー、と、これはそんなに若い時じゃないけどね。えっ、ー、と10、十あ、でもね、モンドリアンって、えっ、ー、と、何年生まれだったっけな。ごめんなさいね。モンドリアンって何年生まれえー19、1972年。結構この人長生きしてるんですよ。1872年。えっ、ー、と、あ、だからもう、もう結構あれか。いい年になってから書いてるな、これは。えっ、ー、とね、これなんかはね、比較的若いんですよ。まあ、一番下以こうか。これ、これ若い。 ね1872年とか28で30歳ちょっとかね30歳ちょっとこういう絵なんですねでその後のねこの点描の時代はよく知られてるでしょう点描完全に点描ですよ、うん、こういうの点描かなり描いてますねでその後ねなんかね塔を異常に描いてる時があるんですよこれ面白いですよねでねあと花にも相当見せられてたみたいねあの人でうんまあ面白いですよいろいろ そんなにいい映像もないんだけどね、うん、でもねあのねこのね古いやつのねちょっとち,ちょっとじゃあ僕写真撮ったやつ、ね、そんなに写真ちょっとさすがに見せれないけどちょっとだけ見せますねあの若い時の作品はね結構面白いのあるんですよ どううしようかなこの辺から行くかはいえー、とね本当にこれ風景でね確かにねこれねちょっとね抽象性あるんですよでねまあいわゆる表現主義的な絵ですいわゆるねあのね絵としてはすごくいい絵ですよどれも 小作ばっかりだけどね来てるのはこういうね、牛とかもね、いい,い,いですよ、なかなか。まあ、これ一応1点ずつ取っちゃいけないってことになったから2点ずつ取ってんだけど、だいぶぶれちゃってるね。光がね、なんかね、取りにくいんですよ、すっごい。あのね、壁の色変えちゃったりしてるのよね。そういうところちょっと良くないですよね。壁白でいいのにね。なんかピンクとかにしたりするんですよ。そうやって光が飛ぶから、ぼ僕はああいうのすごい苦手なんですよね。僕の目が苦手なのね。 あのね、自然も描いてるしね、人物像も結構良かったですよあ。森とかね、結構いいんですよ、ね。これ、こんな色になってるの、これ後ろが青いからなんだよね。まあまあ、カメラ調節すればいいんだけど、あ、こういうね、自然、こういう木とか描いててね、すごいいいの、ね、よ。この牛,牛もね、すっごいいいの、ね、よ。うん。あの、いいんですよ。だからね、これ面白かったですよ。モンドリアンを考えると。モンドリアンみんな憧れるでしょ、やっぱね。あのー、 モンドリアン作品を理解するときにすごくいいんじゃないかと思いましたよ。抽象のかわいいやつもあるしね。うん。そんなにね、大きい展示ではないんですけどね。でも100点ぐらい見れますよ。あのー、これおす,すこれもおすすめですね。はい。これね、モンドリアンの家をね、 えとね、ケルティスがね写真撮っるやつがあってこれだけ見せよっかこれアトリエか、ね、すんげえかっこいいアトリエだよねで俺も最近写真撮り始めたからこんなにかっこよく写真撮れるんだと思って写真もともと僕好きなんですよねこんなのどうやって撮るんだろうなやっぱ光を相当たいて撮るのかなちょっと今度誰かに聞こう写真のプロに。 あのあのシュールレアリズムの写真ってどう考えても、まあ、シャッター速度めちゃくちゃ速いはずなのにすっごい光ちゃんとしてますよねあれってあれかあの印刷のプリントの問題なのかなちょっとその辺気になるな、うん、まあいいか、うん、まあまあそういう感じあのー、ぜひねえっとモンドリアンてねこれは面白いんでえっ、ー、とねこれもね生誕150周年ですからねいつまでやってるかな 6月6日までですから結構時間ありますけどね、場所も行きやすいですから、新宿からすぐ歩けますから、新宿駅からすぐ、西口ですね、すぐ歩けますんで、えーまあ、ぜひ行ってみてください。はいえー、ということで、ね、以上になります。でえーっと